アアイ、イ、アイ、学名は、タデカイヌタデ族の一年生植物。別名は、タデアイ、タデアイ、アイタデ、アイタデ。中国東部、朝鮮半島、日本列島中央部において、青色の染料として徴用されていた、化学合成したインディゴ染料が発明されて、以降は合成インディゴが、工業的にはよく用いられているため、染料用途で用いられることは、あまりなくなった。 なお、世界各地で同じようにインディゴを含有する様々な植物が染料として利用されてきた。外形は犬種によく似ているが、藍は葉を傷つけると傷口が藍色になる。茎は高さ60から90センチメートルになり、よく枝分かりする。葉は幅の広い皮神経、竹の葉のように先端が尖り、基部はやや広いをしている。一年生植物であり、 原産地は、東南アジア。葉は、藍色色素の原料となるほか、乾燥させて、下熱、殺菌の漢方薬としても用いられる。藍染めに利用される。日本における藍染めは、奈良時代から続く歴史があり、藍による染色を愛好する者も,もいる。海外では、ジャパンブルー、と呼ばれることもある。歌川広重や葛飾北斎などの浮世絵の藍色を、指して、同様。 ジャパンブルーあるいは、広重ブルーということもあるが、これは正確には、愛ではなくベロ愛、根性である。染色には、醤用染め、乾燥用染め、つくも染めがある。醤用染めには、最も古い方法である布に醤用をそのまま、叩きつけて染める叩き染めか、すりつぶした汁で染める方法があるが、濃く染まらない。葉が新鮮なうちでなければ染色できない。 水溶性のインディカンが不溶性のインディゴに変化して利用できなくなるためといった欠点がある。乾燥用染めは藍葉を乾燥させたものを用いる方法。そのままでは色素が繊維に沈着しないので還元反応を行って色素の沈着ができるようにしなければならない。商用に比べて無駄なく染色でき時期もあまり選ばない。スクモ染めは乾燥した相葉を 室の中で数ヶ月かけて発酵させてスクモ、アクアマリンを作り、さらにそれを突き固めてアクアマリンを作り、これを利用する方法である。生産に高度な技術と手間を必要とするため、現在では徳島県以外で日本産のスクモを見ることはほぼない。染色にはスクモを水がめで発酵させてから行う、発酵すると水面にできる藍色の泡をラ花と呼び、 これが、染色可能な合図になるので、夏の暑い時期が最適である。スクモの利点は、いつでも発酵させて染色できること、染料の保存が楽なこと、木綿にも濃く染められることなどが挙げられる。藍染めは、徳島平野で行われるものが有名である。日本に存在する藍の品種は、小植子、小城子、赤花、白花があり、最も栽培されている、小仙本。 五千本、青系、赤系があり、株がまっすぐに育つ、百貫、百貫、大量に収穫できることからの名だが、品質は劣ると言われるなどがある。藍染めした布は、抗菌性、消臭性に優れており、虫食いを受けにくく保存性が高い。藍染めした布は、耐火性が高まるため、武士が戦闘時につける甲冑の下着、江戸時代の火消しを反転。 日本国有鉄道の蒸気機関車乗員の制服などに使われた。また、藍染めした和紙である紺紙はその色合いの美しさ、のみならず、傍虫も目的として写経などに利用されている。平安時代末に書かれた国宝の紺紙金銀あざ交渉一切経は紺紙の保存性により朽ちことなく現存している。ただし、紺紙の傍虫性は、 愛の成分に由来しているのではなく、何度も水洗いして、表面を貝殻ですり平滑化するという特殊な、製紙法に起因しているとも考えられている。白髪染めには、乾燥用の粉末が利用される。ヘナで、オレンジ赤茶色に染まった後に、愛で染めて、青色を重ねると、暗い茶褐色となる。ヘナと愛があらかじめミックスされている商品もある。愛の葉は、 古来より、薬用植物として、下熱、下毒や抗炎症薬等に用いられており、江戸時代には雲蛛や蛇などの毒を持つ生き物に噛まれた、傷の治療に用いられていた記録が残っている。近年の研究では、抗がん作用を持つトリプタンスリンや、抗菌活性を持つケンペロールなどの複数の生理、活性物質が、愛から、単理されており、また愛の葉には、 フラボノールハイ体が豊富に含まれる子から、コレステロールを低減させる効果についても、研究されている。その他、アイの葉を、刺身のつまに使ったり、酢と混ぜて、アユの臭み取りに使ったりするなど、食用に用いている地域もある。徳島県では、葉、茎を粉末にした愛子を、食品、菓子、パンや、麺類や、ハーブティに入れる利用法も開発されている。 日本には6世紀頃、中国から伝わり、藍色の染料を取るために広く栽培された。特に、江戸時代に、阿波国、現、徳島県で発達し、19世紀初めには、アクアマリンの年産高は15から20万秒を誇り、阿波藍として、名産品になった。しかし、明治時代に入ると、アクアマリンがインドから輸入されて、作付けが激減。 また、ドイツで人工藍の工業化が成功して1904年頃から盛んに輸入されるようになった。とはいえ現在でも国内で藍の栽培や利用は続いており、2019年5月20日には藍のふるさと藍は日本中を染め上げた思考の藍を訪ねてが文化庁により日本遺産に認定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。